はい、2組目はゼクソ対狂月となりますが、狂月が両替にはめられている。さあ、千円札も落としてるぞ狂月、大丈夫か。その辺扇風機あるからカットんでるから気をつけてね。もし調子悪かったらあっちの音ゲーの方の獣フレンズの方に両替機あるんで、そっちもやっていてください。それでもダメなら俺がやります。意外にコツがあるからね、ああいうのはね。あ、大丈夫そうですね。じゃあ300円をください。じゃあ狂月とゼクソ相談して 1P2P を決めてください。さあ 1P 側がゼクソ、 2P 側が狂月となります。2組目今のところ3組受けてますけど、もしまだやり他にやりたいって組み合わせがあったら言ってくださいね。さあ 1P 側がゼクソ・アズラエル、 2P 側が狂月ラグナです。最近だから地味に一番最近週末大会に、てか土曜日に来てるのは狂月かもしれない。ここ2ヶ月ぐらいは。2、3週間に1回ぐらいのテストしてくる。マイスターみたいにね、ほぼ毎週来た人間が全く来れなくなったのは結構痛いですね。街は引っ越しても北関東とかこっちの方なんで、こっちにはいないです。もう仕事の関係でなかなか。仕事の関係でこれなんか行きづらいとなったけど、やっぱりなかなかブレイブルも今目標を保ちにくいところもあるし、そういうところもあると思うんですね。まあそうね、これは非常にありがたいです。闇に食われるのが出てしまった。しかもそこをしっかり外から三振当ててるのも偉いぞ。あーっと華麗にかわして、反応が早い。さあ、もはやそうですね、両弱点ついてるんで、両弱点ついてるとガードできないという特性が忘れがちですけどあります。さあ 6D が当たって、しっかりコンボは決めている。 8D、 さあこのコンボ判断いいんですが、投げ暴れ。さあ、ああなるほど、アズラエルは結構猶予が余裕そうですね。ブラッドサイズからのダッシュタッチ、タッチ D かスプレッドハーデスが入る組み合わせです。さあさっきね、俺ジャン A ガントレットハーデスってやったんですけど、アズラエルなんか謎の暗い判定のあれで入らなかった。うまい。いいかな。さあしっかりしている。ブラックオークスピンカーで2ラウンドとも決めていきます。まずはゼクソ、お上手。投げブラッドサイズ、タッチ C、タッチ D はね、タッチ C、タッチ D まで入るキャラは結構いるんですけど、タッチ C、タッチ D 一段ハーデスが使ったりとかするキャラも結構いたりとかするから嫌ですよね。今日いるキャラ、アズラエルとかイザナミとかは、ブラッドサイズからのタッチ C、タッチ D 拾いが対応してるキャラですね。ダグナ同キャラです。あ、まさかのちょうど、ジュノさんはって話をさっき見たら半年ぐらいですよ。
さあしっかりコンボを決めてくる。ああサンディこれは強い。ああジャッシュ、あっ反応が早すぎてアドライルがついてこないといった感じか。さあ6D の6位いっぱい当てる。ダスピーカーなんか絶妙に使うな。アドライルの鼻先を使っている。あれ刺さる、よそ危ない。あー裏回り下に 6B はしっかり立っている。さあ 6B は化けでしたけども、うまい。いやーちょっと残念、2段だと入らないですね。さああれはやりたくなるからしょうがないんですけども、じゃあ ACD だったらいいんですけどね。ミラージャンプ、ジャンエッドでやってしまうと入らない。さあここです、これが入るか入らないかでだいぶ運びが違ってくる。さあ受けられない。さあっとしっかりちょっと安いが完璧に決めてくる。キャラパン交代から痛い3500パンツァーで抜ける。さあコパンからジャン A 重なっているぞ。さあ弱点を助けて熱波に 2D、 ここでワンセット。ダンシーから OD、 どうだ、どっか行っちゃったが、ブラックオブスティンガー。さあダンシー 2D からヘルムファンにしてしまった。危ねーといった感じ、ちょっとテンパってましたね。あれよくあるんだろう、分かります。ヘッドスパイク遅れたらね、はい、コンボにならないんで、まあ、相手が D リバイダーするのはほぼほぼアンパイなので D リバイダーもセンタード光りますから、ね、あーやらしい 6C。 さあ運び各体力もどこどこ増える。はめてくれ、しっかりクッシュブラサイバー入れて。さあここは1が入んなかったか。立ち火当たる、立ち入ってラスト、ジャンシーカウンター。さあ立ち火の人の地味に意識高いですけどね。危ない、いやー空中追撃ね、ギリギリ受け身間に合ったんですけどもというところで、この後それ立ち入ってたアズライル。さあデクソが2勝です。おフェイちゃんもう来た。さあ同窓会みたいになってますけども、皆さん野試合やってくれてもいいんですよ。野試合ここからディグラッシュで差し込んでいく。さあ遠くても入る。さあ 2D が入って、今のところ迷いますよね。
さっきのあのデッアズラエルに画面端で前投げからいつものコンボが入りづらいって話がありちょっと大会中にしたんですけど、このね、画面端の 2D デッドスパイクから他のキャラだったら、2D デッドスパイクからマダを拾ってタッチ BC が入るんですけど、アズラエルなんでね迷いどころです。ミリン さあ、立ち出すのが早いこの男グスタフ、あーっと熱波にしっかり次へ決めてくる、バリアントまで決めて、次は破壊こそ美学、ビガド、ロクエタイク、あーっと走らない、結果的に美味しくいただいた。さあ体力もりもり回復していくが、まだワンコンボ圏内ですね。バリチョクがうまい。おっと 6C 見てから 6! ここは出ている。あれシザーからダッキャーオーディーして、さあいい判断だ、バータイも兼ねて倒していきます。狂月はここで取っていって2-1。そう、あの仕事のね、コンプライアンスというかね、職業上ね、最近あれなんですよ、そういうの加味して大会の記念写真撮っていいかどうか聞いてるんですあの会社にバレるとまずいって、それは別に写真を撮ってないです。さあ行きましょう、4試合目です。おっと熱波にお返し、 6C 型で3ぐらい早出しすれば受け身取られても大丈夫なのかな。いける、いける、カズヒット、アズライルは確かにカズヒットで強そうですね。あーっとヘルファング、追加入れ込みがガードを当たったんですけどね。ハッシーフェイタル、あははは、意識高すぎるがゆえに発生が遅い 6D。 相手がやっぱタッチにしたいところですね。安いぞ、さあコンボはもったいなっている感がある。たまにあります、狂月コンボパターンがバリエーションが多すぎて混乱する。ジャンビ通ってブラから、あーうまい、しっかり前出しタイガーから火力を取っていった上でのブラックオーグスティンガー立て、あーっとジャンビ噛み合った、ジャニリ、さあこれよくありますね。さあ前してタイガーがうまいぞ、さあ立てにパンツァー熱波、さあ久しぶり 3C、 さあ意識高いコンボ L 3900、 6A しっかりガードで、立ち D も抜き出せ、ナイトメッチ、グッジヒット、さあ怖いぞ、あらバーストで避けられると
アストラルが恨めてしまいました。キッチンファイナルラウンド、うまい、うわいガサステップ、あっとこれは当たったぞ、ウルタイク、おっとグッと当たる、裏回り相模くらいしっかり確認してサンシーバーに伝えていきます。バリアント締め、さあ西が見えましたが、ここはしっかり100% ポンを決めていきまして、さあ強月が2連勝22です。さっき宮さんが最近自動さんとは来ないんですかって言ってるそばから今来たからクラブなんですけど、あと真ん中でトレモしてるよ、イザナミがイザナミがトレモしてるよ気にしてたからいや、ただ年末大会以来見てないかなって言って3分したうちに現れたからすごいタイムリーで、びっくりした。さあ、2-2で5試合目になります。いや、いい勝負ですね。あーっと、危ない、さあ、やべえから上田いく、落として、ストライク蹴った、これはパンサーで抜けてくる。さあ、このテイクアスビーのまとわりつきは相変わらず強い。しっかり逆に昇竜を出していくが、なんか怪しいぞ、 D ボタンが効かないか、大丈夫か、6ビーチ、さあ D ボタンが効かないのかと不安になるような追加が出ないっぷりでしたけども、一歩目したらアズラエル、エガスミーから、さあバリアジョブはね、うまいこと、距離を離しつつなんとかチャンスを伺うラグナー、あーと8ミリ届かかってしまった。何は伝えで逆勝利をしっかり入れる、さあここはラピアンから即下段を決めることでガードを崩していくが、さあ2-6-2から今回はちゃんと入った、アストラル、さっき入れられなかったらよほど悔しかったのか、OD して万全の体勢で、アストラルを決めていきました。さあイベント内のお隣ではイザナミが暇してするんで、ぜひ誰か、ノジュアイの方やっていただければと、思いますが、イザナミかといった感じでみんな腰が重いしかも天帝ですからね、はめてくるけど、さあ、6試合目さあバーチャーパンタシー6人から、さあおっと補正がきつくてナイトメイチがジャンディーから入らない、なかなかない機会、ないタイミングですけど、おっさん、裏回り、
あーっと、立ち火が出なかった。空中リバイだ。やはり今月のアドライル戦はやる機会がこう千葉勢多いせいか、アドライル戦みんなうまいですね。パンツァー表だ、ジャンビー腕くん、さあシーザーまで繋ぐ、硬いアドライル、まだ残る。空中サイズ、これが置いてあって一本停止したからラグナーさあしっかりナイトベース重ねしていきます。さあこれはイジーがうっかり当ててしまった。ストーリーは逆にしっかり入れて、舞台くん、パンターストライク打ってくる。マジリーからー危ない。おーっとオーディー発動だ。 CA はテイクダッシュで飛び越えてくる。バリアントまで決めてブラックオークスピンが1-1でファイナルラウンド。レボル3アクション、レガス、あーいい投げ。誰かも決めてパンサー、パンサーを通してくるようになってきた。さあメガスピーが当たる。 C6 人めっちゃしっかりガード。さあ下で立ち B がずっと待っている。ここは見せたいが入りません。裏回りグスタフ見えない。さあ、ああ、コンボ高い。体力回復いっぱいした。バソ。パンサーだー。全部当たる。まあそれだけいいところ打ってるところなんですけども。さあパンサーストライクが来て、これで、4-2ゼクソがリーチです。さあいい勝負ではあるんですが、紙一重の差で試合を取っていくのはゼクソー。ロクビー通る。さあカジミー 3C が CD ワイドに化けてしまった経過。裏回りしっかりガード。カジミーもガードして、あーっと登れハイジャンプ AC は入れ込むと隙を晒してしまう。おっとこれは美味しいぞ。バックラッシュで腰に来た。さあ6人引っかかった。ジャンディジャンディルメッチ。さあ立ち見から入ってパッパと倒しきる。この辺いいですね。ファーストを使わせない。
ドクビー、テイクダッシュを落としていく。ティタニアスで。タジビーから。あーっとこのまとわりつきがうまい。さあギリバウンドしたが遠すぎたか、1位が入らなかった。さあ6周いっぱい当てていきます。グスタフ飛び越えるが、さあしっかりコンボを決めてくる。ゲージを使って2枚で後ろに当たる。あーっとタッチへの上からジャンエー、 1-1 でファイナルラウンド。さあ BC ヘルズ、まあ、狂言さんいろんなコンボをやってくるんですけど、逆にあれですね、シンプルな BC 一枠に OD はやらないイメージですね。これなんか試合序盤であれが当たったらもう即 OD 入ってしまう。さあ 6B からバリアント痛い4092。さあ立ち AB の合間をジャンシーで抜けて差し込んでいきました。上げは抜ける。さあこのテイクダッシュ B 分かってはいるんですが、ブラックオークスティンガーから、なるほど、なかなか見ないですねこのコンボ。あそこから踏めるんですね、最後はマニアックなコンボというか めったに見ないアズライルのゲージ 100% OD コンは決まりまして、2組目ゼクトアズラリ対狂月ラグナは 5-2 でゼクトアズラリの勝利となりました。2人ともお疲れ様でした。いやレベル高いですね、いいですね。じゃあ続いては、ゼクト対フィンとなります。一旦、テストモード入りますので2人とも、1P2P 決めといてください。